ワールドスーパーライブ完全保存版、伝説のギタリスト、今日も始まりました。この番組にはなくてはならないお二人をご紹介しましょう。チャーさんです、よろしくお願いします。野村芳生さんです、よろしくお願いします。さあ今日はですね、偉大なるパイオニアという、はい、まあ、テーマでお送りしていこうと思うんですけれども、日本のギタリストのパイオニアでいらっしゃいます、いやいやいや、チャーさんの原点というと、はい、やっぱりエレキギターというとやっぱりもうイコールベンチャーズですね。自分がギター弾き始めたのもベンチャーズですし、やっぱり日本国中にそのテケテケが、当時はテケテケと言ったんですけど、うん、はい、テケテケを鳴り響かした張本人がベンチャーズです。うん、そもそもベンチャーズとの出会いはどういう出会いだったんですか。まあ、兄がいまして、まあ、兄がちょうど中学生ぐらいで、はい、そのまあエレキブームにハマりまして、初めてそのエレキサウンドっていうのが出てきて、はい、でまあせっかく真面目に医者か弁護士になろうと思ってた竹中少年はですね、チャー少年はですね、そこで痺れてですね、今日に至るということなんですけどもね。今日お持ちのギターもやはりベンチャーズにちなんだもん。そうですね、これはもうベンチャーズモデルで、まあ、当時ベンチャーズといえばもうこの形で、これはもう本物よりもちょっと違ってちょっと小さいサイズのやつで、まあ、珍しいんですけども、やっぱり日本でもすごくね、本当に馴染みがあるバンドなんですけれども、はい、なんかこうちょっと見てみたり、ベンチャーズはもう何でもできますけども、じゃあまあベンチャーズといえばで行ってみますかね。はい、行きますよ、ついていきますよ。日本ではね、テケテケと言ってしまったという、はい、はい、まずは、はい、チャーさんの原点ザ・ベンチャーズ、1965年当時のライブ映像からスタートです。いや、この曲は本当私でも知ってる、こう若い世代でも、もう日本でもみんな知ってるというようなザ・ベンチャーズの曲ですよね。これはですね、もう何十年間もですね、はい、それはテレビラジオで流れ、もしくはアマチュアの人に演奏され、もうずっとやってきてることなんで、知らないうちにやっぱり耳に入っちゃってるんじゃないですか。そうなんですよね。はい、私なんか海に行くときに、はい、うちのお父さんはギターを別に弾きませんが、はい、ベンチャーズ聴きながら海に行く。本当にでもそのぐらい、ね、家族で海水浴というときはベンチャーズ、ベンチャーズっていうぐらい。ところでね、ベンチャーズはですね、2009年にはアメリカでロックの殿堂入りを果たしまして、2010年には日本で旭日小綬章を受賞しました。すごいですね。そろそろもらわないと。いや例えばそのザ・ベンチャーズのギターの特徴といいますと、どういうところなんですか。これはね、その今も言いましたように、みんなが一見一丁っていうんですかね、はい、誰でもできそうなんですよ。あ、まずはそうなんですか。テケテケもですか。間口が広いんですよ。でもこれでもうなんかエレキギタリストになれるという簡単なもので言えば、そうやってさっきやったみたいに、これも誰でもできそうじゃないですか。なんとなくね、まあチャーさんがやってるからっていうのもあるんですけど、いやでも本当に耳で聞いたら、ダン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 ってこう弾けそうなメロディーなんですけども、はいはい、ところがこういうとか、すごい速い演奏が出てくるんですよ、はい、実はこれはね、侮れないんですよ。じゃあ早速そのライブをちょっとご覧いただこうと思います、はいはいはい、ではザ・ベンチャーズ45周年ライブから名曲キャラバンをご覧ください。ザ・ベンチャーズキャラバン、いかがでしたか。いや、やっぱすごいですね、うんうん、これは本当に45周年のライブでしょう。はい、現役バリバリの演奏でした。足元にも及びませんね。勉強したいと思います。今度2人でこれ見て合宿することにしました。合宿、はい、さあ伝説